このトリック、遠赤の基本トリックです。フロントサイドのね。遠赤と友達になれるトリック。もう自己紹介的なもんですわ。うん、バーってスポットついて、あ、ウィースみたいなスケーターの感じでできるトリックでございます。たまに向こうの機嫌が悪い時とか、こっちのテンションが上がりすぎて向こうとこうちょっと温度差がある時とかは完全に上に乗り上げてこけます。はい。その時はちょっと挨拶し直しましょう。はい、そういうことで。カモン。まあ、ヒューティーヒューティー、もうこうやってかけて、まあ、このままオリーブトリックなんですけど、例えばこれぐらいの高さの遠赤を練習するのは、これぐらいの高さのものを飛べるオーリーを身につけることが一番の近道かな。まずはアプローチね。スタンスはオーリースタンスか、オーリースタンスよりもちょっと広めでもグッで、大切なのがこれよー、気取ってよ。ん？返事は？はい。よし。最初どうしてもこう向いてまうのね。こう、こっち進行方向を向いてやるっていうのはこれすごい大切。なんでかっていうと、全ての遠赤の取り基本僕は前にかけるっていう、こうかけるんじゃなくてこうかけてやる、うん、これがすごい大切です、はい、うん、で、こういう極端に斜めから入るんじゃなくて平行もしくはちょっとこう斜めでもここら辺がベストかな、ここからここ、うん、で、近づきすぎたらやっぱこう当たりますね。だから適度な距離で、オーリーしっかり前に弾いて、よく見られる失敗例、ノーズがかからなくてこのままガーッとやってしまう、うんうん、ね、これなんでかっていうと、ほんまに上半身です。こうなってたとしたら、うん、まあ、進行方向ノーズは絶対こっちなんですね。でもちゃんとこっちに体向いてやったらこうやってかかるんですよ、うん、上半身なんですよ。これは後でアウトするときにもすごい繋がってくるから、まあ、絶対進行方向向くこと、これすごい大切です。で、こうやって進んでますわね。かー進んでこの時重心かかとにやりすぎるとやっぱしこうガーンってなるんで、ちょっとまあつま先方も意識してやってみてください。ほんで切れてる遠赤でねアウトするときは上からノーズちょっと上げてパンって降りる降り方と全く同じです、うん、で途中抜け普通にここでこうカリポンってオーリーして抜けるのがまあ一番理想やねんけど、ノーズをちょっと上げてやると右にちょっと重心を置いてやったらそのまま流れで降りれます。これね、繰り返し一連のこの動きを何度も見たら自分の中で多分ひらめくと思います。え？もしかして？みたいな感じで。そうです。後のね、こうファイボーやノーズグラインドに繋がっていくトリックなんで、しっかりここで押さえておきましょう。はい。ということでじゃあ1回やってみます。